皆さんこんにちはレクセン2講師の厚田ですそれでは2023年1月 fpa 2級本試験の、えー、配点公表とあ配点の発表と公表していきたいと思いますではまずあの1月の本試験を受けた受けられた皆様お疲れ様でした でですね、えー、今回は2級についてはですね、まあ、学科試験はあのこれに関してはもう全く問題がなく1問1点という、えー、これはもう採点になってますので、まあ、単純に36問以上できれば合格という形なんですが、えー、午後行われている実技試験で今回は、えー、教,会の教会の場合、まあ、1つしかないので資産設計提案業務と、えー、教会金材、えー、ごめんなさい 金材の場合金の場合はですね個人資産相談業務なんですがこちらにちょっと絞ってですね配点が公表されていないので、まあ、そこのところ予想していくという形で、えー、お話をしていきたいと思います。であのどうしてもですね配点が公表されていないので、えー、じゃあ大丈夫かなと不安になる方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、我々の場合はもう十数年以上ずっとこういうことやってますし あの確かにもちろんブレることはありますがと言いっても大きくブレるということはありませんのでまあ,あのちょっと12点とか3点ほどはですねご容赦いただきたいんですけども、まあ、こちらですねやっていただいて例えばえー、と教会の場合だと60点以上で合格ですが65点取れてればあの基本も合格です。でただ例えば58点とか。 59点でも上振れの可能性もあったりしますので諦めずに引き続きというようなところになってきますので参考にしていただきあと,えと近在のですね実技試験は。 これも、やはりちょっとね、ブレるところがあるんです、どうしても。ブレるところありますが、まあ2点か3点ぐらいかな、50点の中の2点、3点は大きいかもしれませんが、ちょっと予想できないところ、予想できないというか、どっちなのかなというところちょっとわからないので、まあここのところはその、えー、内容の時にお話し,しますので、まあそこを考慮しながらですね、まあそこ関係なければ他のところは一緒なので、難しくはありませんので、そういう形で役立てていただければというふうに思います。 では、ちょっと先にですね、まあ、こちらは、まああの、配点は出ているところなんですが、先にですね、学科試験の答えだけちょっと申し上げできますので、えー、もしあの、結果が見れない方は、ちょっと今、私が、えー 口頭で申しし上げてていいいいくのでそれれを見ながら採点していただければという,ふうに思いますでこれから言うのはもう全部一問一点ですからな人例えばこの一問は点数がないとかこの点この問題は2点とかそういうことはなく全部一問一点なので分かりやすいと思いますのでじゃあちょっとやっていきます。で、えー、順番としては「えー、ライフリスク」「金融」「タックス」「不動産相続」という順番でやっていきますのでちょっと 5問ずつですね読み上げていこうかなというふうに思いますので5問ごとちょっと聞いてもらえればと思いますではえライフ1から5までえっと1が3問2が4問3が1問4が2問5が4ちょっと連続でいきます1から5ですが34124次問6から問10ですね問6が3問7が3問8が2 問い九が四、問い十が二、えー、もう一度六から十連続で申し上げます。三三二四二。<laughs> 続いてライフじゃなくてリスクの十一から十五です。十一が一、問い十二が三、十三が四、十四が三、十五が二、もう一度十一から十五ですが、一三四三二。次十六から二十ですが、十六が一、十七が四。 18が2、19が1、20が2、もう一度16から20ですが、1、4、2、1、2となります。次、えー、21から、えー、30の金融です。まず21から25ですが、21が3、22が4、23が1、24が2、25が4、えー、21から25もう一度、3、4、1、2、4。 次26から30ですが26が227が128が329が130が4ですね26から30ですが21314続いてタックスの31から35ですが31が232が433が234が135が131から35ですが24211次36から40ですが36が437が3 38が4、39が3、40が1、36から40が4、3、4、3、1。次、41から50の不動産です。41が3、42が4、43が4、44が2、45が3、もう一度41から45ですが、3、4、4、2、3。次、46から50です。46、3、47、1、48、2、49、2、二。 54では46から50もう一度3 1二2 4次51から60の相続ですがまず前半の51から55です51が352が453が254が155が451から55ですが34214次56から60ですが 56が1、57が3、58が3、59が2、60が4、もう一度56から60ですが、1、3、3、2、4となります。でこちらはの1問1点ということで、36問以上で合格ということで、ちょっと一度、あの他の、えー、科目の 配電予想が終わったら簡単な公表解説をしていきたいと思うのでちょっと一旦学科は離れていただきましてちょっと申し訳ないんですけど最初日本 FP 協会の配見予想からしていきたいと思うのでちょっとこちらが大変かなと思うのでこちらからやらせていただきたいと思いますでこちらなんですけどもあの非常にですね配見に苦慮しましたというのは何かというと 通常、ですね、まあ、実技試験は問題が40問ある、で40問あるんですが、一つの問題の中に、例えば、生誤問題で、えー、説問が3から4ぶら下がったりとかいうことがあるので、えー、問題数は40かもしれませんけれども、回答の箇所というのが、大体です、ね、これはおおよそですが、60から70の間で、えー、通常は推移していたんですが、今回、ですね測ってみたら、77箇所あるんですよ。 ただから 100, 100点満点なんだけども77か所あるんで1点の配点が非常にどうしても多くなってしまったということになっていてまああの回答を見てもらってもそうなんですけども丸×が非常に多いとかということなのでちょっとここだとあんまり差がつかないんじゃないかなというふうに個人的に思ったりはするんですがそのためちょっとですねえ通常であれば2点としたいところが1点になっている箇所が何個かあります。 まあそこのところがもしかしたら他のとか、例えば2点の箇所が1点になるという可能性もあるので、ちょっとそこがですね、ちょっとずれが例年よりもあるかなというのが個人的な考えです。ですんで、あの間違いなく言えることは、あの、丸抜問題はもうこれ必ず1問1点なんですよ。 あとはあの 5, 5軍からの選択も1問1点なのでこれはもうどうしようもないのでそれ以外のところの4択とかですねそういうところ2点とか通常は2点のところちょっとどうしても1点にせざるを得ないなみたいなところがあるのでそこがまあちょっと変わってくる可能性があるということででは先に、えー、では、えー、っと配点を申し上げていきますでは第1問ですが、えー、問い一が各1点の計4点各1点 の計4点問い2が1点問い2が1点ちょっとここ2点でもいいかなと思うんですがちょっとバランスを考えて1点とさせていただきましたで第 1, 第1問が5点、えー、ですね5点となります次第2問のこれ確か金融だと思いますが金融の3から6ですが問い3が2点問い4も2点問い5が各1点の計4点、えー、各1点の計4点 問い6が2点ということで、えー、ですので、えー、問い5は1点ずつで、残りの3、4、6は2点となりますので、合計すると第2問が10点となります。次、第3問の、確かこれ不動産だと思うんですが、不動産が7、8、9、10の問題です。で、問い7が各1点の計4点、各1点の計4点、問い8が2点、問い9が各1点の計4点、 で、各1点の計4点。で、問い10が2点となるんで、えー、7と9は各1点。で、8と10が2点ずつということで、で、これで合計すると、第3問が12点となります。次、第4問の、これ、えー、はリスクですね。で、11から14ですが、まず問い11が、本当だったら2点でもおかしくないんですけども、えー、各1点の計3点、各1点の計3点、問い12が2点、 問い12が2点、問い13が2点、問い13が2点、で問い14が各1点の計4点、各1点の計4点ということで、11と14が各1点、あと12と13は2点ずつということで、で合計すると11点、第4問が11点になります。次、第5問のこれがタックスですね、タックスですが、15から18ですまず問い15が2点。 問15が2点で問16本当は2点にしたいんですが、えー、16が1点で問17が各1点の計3点各1点の計3点で問18が2点問18が2点ということで、えー、これ合計すると8点ということになりますでも先ほど申し上げた問い十問16がもしかしたら2点になる可能性もあるというのは捨てきれませんがちょっと今回は16を1点とさせていただきました次、えー、第6問これ相続ですね19から22です で19が2点20が各1点の計4点各1点の計4点21が2点21が2点で22が2点ということで,でこちらも192122が2点ずつあと各2問20が1点各1点で合計4点ということで合計すると10点の配点となります。 でここからですね、第7問が確かキャッシュフロー絡みの問題だと思いますが、こちらが23から25ですが、23が2点。 24が2点25が2点ということで全部2点ずつということで合計6点で第8問がこれ係数早め表を使った問題ですが26から28ありますが26が2点27が2点28が2点全て2点ずつということでこれも第7問と同様6点への配点となりますで次第9問と第10問がえ総合問題になります まず第,、えー、第,第9問からですが、えー、問い29から34までありまして、えー、問い29が2点、問い30が2点、で問い31が、えー、各1点の計4点、各点点計4点で問い32が各1点の計3点、点3点問い33が各1点の計3点。 問い34も各一定の計4点となりまして、まあ、要は29と30が2点ずつで,で31323334は全部1点ずつということで,でこれで配点がちょっと高くなってしまったんですが第9問が18点となります。最後の総合問題第10問ですがこちら35から40の6問ですが35が2点。 ト三36が2点。で、ト三37が、えー、各1点の計算点。で、えー、38が2点。39も2点。40が各1点の計算点ということで、えー、こちらも先ほどと同様、35、36、38、39が2点ずつで、37と40が、えー、1つ1点ずつで、えー 計3点ずつという,ふうになってますので,で、これ合計すると14点というふうな形で,で、これ全部合計すると100点満点ということになりますが、ただ、あの、先ほどから申し上げている通り、ちょっと通常4試択一問題で1点というのは、ちょっとなかなかつけづらいんですが、今回ちょっとどうしても、えー、回答箇所が77箇所もあり、えー、2点、本来であれば2点となるべきところが1点としてたら得ないということがあるので、もしかするとそこで、えー、まあ、例えばこちらが1点と言ってるところが2点。で逆 こちらが2点と言ってるところ1点となる可能性があるのでちょっとそこのところで点数がずれる可能性があるということはですねご承知をお聞いただければと思いますがそんなにずれるとは思えないので誤差の範囲内でずれる可能性はありますが5点とかずれることはないと思いますのであのまあ今回の場合は1点のまあ えー、例えば、丸、えー、×マルバツの生後問題とか、5軍選択問題をどれだけ取れたかというところだと思うので、ちょっと,と細かい公表は先後でやらせていただこうかなと思います。はいでは、金、えー、在のですね資産、えー、個人資産相談業務に入りたいと思います。でこちらについても、大、えー、問1つずつ1問に対しての10点の拝点は出ていますが、細かい拝点出ておりません。で基本ははでですすね間違いはないなんですが 2箇所ちょっと、えー、悩ましいところがあります。で、2箇所については場合によっては得点が逆になる可能性もあるということはですね、承知おきいただければと思います。では、えー、第1問から見ていきます。まず第1問のこれは、ライフですね、ライフ。問い1が各1点の計4点。問い1、各1点の計4点。問い2、 各一点の計算点、各一点の計算点、問い3、各一点の計算点、各一点の計算点。ということで、あの第1問のライフはもう全部1点ずつです。まあ、これはもう迷い、まあ、がないので、これはもう、えー、このままで正しいというふうに考えられます。次、第2問の金融です。でえー、問い4が、えー、各一点の計算点、各一点の計算点、問い5、各一点の計算点、各一点の計算点、 問6これがですね各2点2点の計4点2箇所あるんで各2点の計4点ということで、まあ、4と5はもうこれ1点にせざるをえないと思うんでそうなるとまあ6ですが片方が3点で片方1点という配点ではないと思うのでこちらも2点ずつで正しいと思いますので第2問も合計すると10点という配点になります。 次第三問のタックスです。ちょっとこれがですね、後で説明しますが、微妙で。えー、まず問七ですが、各一点、の計四点、各一点の計四点。問八、各一点の計算点、各一点の計算点。ここまではもう争いはないです。で、問題は問九です。問九が今回はレックとしては、丸一を二点、丸二を一点といたしました。 なので、場合によってはこれ、もしかしたら、丸1を1点で、丸2を2点にするかもしれませんけども、ただ、これルールがあって、消耗は絶対に10点満点というルールがありますから、そうなると、問い9は3点なんですよ。3点。なので、どっちかが2点で、どっちかが1点。で、1.5点という配点は絶対ないので、公表点数ってもうあの通知されますから、例えば、60.5点とか、そんなもの、60.5はないですね、え。ー 金材はないので例えば32.5点とかそういうものはないので必ず1点単位で出てきますからなのでこれは、まあ、丸1を2点丸2を1点とさせていただきました。で第4問の不動産です。ここは特に問題ありません。問10が各1点の計算点各1点の計算点で問11が各1点の計算点各1点の計算点。 で問12が各2点の計4点。これもあの先ほどの金融と同じく、まあ、2点ずつであろうということで、えー、各2点の計4点ということで、まあ、あの問1十と問11は、まあ、これはうどう考えても1点なので、なると、まあ、問12は2点ずつにするしかないということで、これも決まりだろうということが言えます。次、第5問ですが、相続です。まず十三問13ですが、これが各1点の計3点。各 十四が各一点の計算点、各一点の計算点。で、ここまでは特に問題がないんですが、次、同意十五です。これが四点の配点であることは間違いないんですけども、三箇所あります。ということは。一つが二点、で、残りが一点ということで、で、今回レックとしては。丸一と丸三を一点とします。丸一と丸三を一点。で、丸二、ええー、セッション、えっ、ー、と、丸一と丸三を一点で、丸二を二点といたします。 なので、えー、ちょっとですね丸2が2点なんですけど、まあ、まあいろいろ考え方ありますけども真ん中のところで2点というふうにさせていただいたというところになります。はい、ということなので。 え、こちらですね。えー、そんな形で合計すると50点満点ということになりますので、まあ、50点というとこなので、えー、ま、30点以上で合格というところで、まあ、ただここは、あの、配点は公表されませんので、ちょっとご自身でやっていただくしかないので、まあ、必ず1点のところはもうこれ、え、決まってますから、1点のところで確実に取ってもらって、ちょっとあとは2点と1点になるところが、ま、あると思うんで、そこのところをどうするかというところで、ちょっと若干の誤差はあるかもしれませんが、あのー、 ほとほぼほぼですね。あの配点としては間違っていないかなということが言えます。はい。ではこれで一応配点の公表終わったので、じゃああとはもう簡単な解説をしていきたいと思うので、ちょっと学科試験からですね、まあ十分ぐらいを使ってですね、えー、ま簡単に見ていきたいと思います。で、まあ今回の学科試験なんですけども。 例えばなんですね、問1から問10が、えー、学科のライフなんですけども、まあ、例えば問1については、まあ、これ、関連業法とかですね、職業倫理とか、まあ、これについてはその通りなので、 個別具体的なアドバイスとかをしてしまうと資格ない人はアウトですし抽象的とか一般的な話であれば特に資格がなくても説明できるということなのでその観点で解いてもらえればいいのでちょっと問題1は必ずこれ合格しなければいけない問題ですからしっかりですねあの得点が取れるようになっていただければというふうに思います。はい で今回の場合は、まあ、問い算ですよね。これは、まあ、正しいのは。別に、年金定期便を使って、ですね試算することについては全く問題ありませんので、まあ、これが今回正解だということになります。あと問い、問題二がキャッシュフローに関する問題で。問題3が公的医療保険に関する問題。で問題4が労災の問題問い。問題5が雇用保険ということで、まあ、ここら辺は今までの傾向と似ているなというところが言えます。 で問題6からと年金がいくつか続きまして、えー、問題6が公的年金でですね、こちらについてなんですが、例えば年金はいつですかと言ったら、これはまあ、えー、もらってる方であれば即、えー、答できると思いますが、偶数月の15日ですね、確か、えー、となってますので、これ、奇数月になってますから、まあ、それが間違いだと、まあ、ただここは別にん、知らなくてもいいんじゃないかなと、個人的には思ったりはしますけれども、えー、まあ、 偶数月の15日なので偶数月の金融機関に15日金融機関に行くと本当に窓口混んでたりするんですよそれも高齢の方でまあ行った瞬間に分かりますあ今日年金の支給日だと。 いうことなのであとは789で、まあ、7番のところは平休の話とかですね、まあ、ちょっとこれ若干難しいかなとで第問題8問確定教室年金ということでもう今は確定教室年金の問題を外せませんからこれも過去の傾向からするとよく出ている分野の問題であると。 いうところと、あと問題9が、奨学金と教育ローンの話なんですけども、えー、まあこれについては、まあ、今回も2問ずつということで、学生支援機構の問題が2つ、えー、あとは政策金融庫の問題が2つとなってますが、 まあ、ここのところは特にコロナ禍においてですね、大学生の学費というところ問題になってますので、まあ、ここは相談もあるだろうということで、えー、聞いてきているということで、まあ、これは別に全く問題ない問題ですし、まあ、予想もできている問題ではないかなということが言えます。で、問題は10ですね。 でこれは損益分岐点比率に関する問題でこれはよく簿記でいうところの2級の工業簿記にですねこの損益分岐点の話があって、まあ、変動費と固定費に分けるであとはこの損益分岐点を超ええー、損益分岐点が、えー、利益がゼロの点で,でこの地点を超えるとどんどんのずっと黒字でこれより下の地点が赤字ということになってますがそれが頭に入っていれば多分すぐできる問題かなというところが言えます。 ですので、えー、ここのところではですね、まあ、どこを見ればいいかというと、結局なぜリストラをするのかというのは、固定費を下げることによって、売上高が落ち込んでもですね、利益が出やすい体質を、えー、に、えー、変えることができますで。そうなると、うのところ、うを見ていただくと、えー、ずっとですね、売上上げ高、えーまあ、この場合、えー 横軸がまああの平行になっていると思うんですよということは売上が増えても減ってもずっと同じだということはこれ固定費だということが考えられますので「う」が固定費ということなのでそうすると問い1はもう2と4のどちらかしかないんですよ2と4のどちらかしかないということになります。 となっていくと、2と4が、う、えー、が、えー、固定比なので、そうすると、い、まあ、も当然変動比。い、まあ、と、うは、まあ、これはもう、えー、変えられませんか、いと、うはこれ一緒となると、あが利益なのか、限界利益なのか、えが低いのか、高いのかということですが、まあ、ここのところは、まあ、あのところは結局、損益分岐点を超えるとですね、 あのその分だけ利益がどんどん,どんどん増えていくというところになりますからこれは利益ですね利益で、えー、円についてはこれは低いと。 低いいほどにになりにくいつまり、言い換えると固定費が少ないということになりますから、ちょっとこの問題は、募金をしている方からすればサービス問題で、知らないと、えー、ちょっとですね、えー、得点できないかもしれませんが、まあ、あんまりいい問題とは言えませんけども、まあ、言いたいことはいつも申し上げていますけども、まあ、募金も一緒にか勉強してくださいというメッセージだと捉えてもらえればと思うんで、まあ、これはちょっとですね、 できる方とできない方の差が、えーまあ、その、簿記の知識を持っている方であればすぐ解けますし、そうでないとできないという問題になってきます。では続いて、11から20のリスクですね、リスクです。で、リスクの問題ですが、少学短期はもう、えー、堂々と1も出,出ているということで、まあ、最近だとやはり少学短期っていろいろな問題もあったりとかしますから、しっかり内容については理解しましょうということで、まあ、これはまあしょうがないのかなと。 で問い13だと生命保険の一般的な商品性ということで、まあ、こういう問題はよく出てますからこれも解けるようにとあと個人年金の一般的な商品性あとはですね十五が税金ということで、まあ、ここら辺はいつもの傾向と同じと。 で今回、問題16は火災保険の地震保険ということで、ちょっと長らくですね火災保険と地震保険の問題がなかったんですが、久し久りに出たかなというところがあるので、まあ、こちらのところですね、まあ、しっかり、えー、やっておいてくださいと。あと、問題17の自動車保険は、最近は火災保険、地震保険に変わって、えー、自動車保険がずっと出ていたので、まあ、いつも通りかなということで、まあ、こちらです。ただ 損害保険でいくと、基本的によく出てくる障害保険が出なかったということで、まあ、あと残り見たんですけども、障害保険がなかったので、えー、交通事故障害とか、まあ、いろいろあると思うので、そういうところはなかったということなので、まあ、たまたまなので、えー、次回はまあおそらく障害保険あたりが出ると思われるので、まあ、今回たまたまだと考えてもらって、あとはまあ医療保険の一般的な商品性、だから一般的な商品性が、えー、政府が2つ、損保が1つ、あとは医療保険第3分野で1つという ような形なのでまあ、ここんところは一般的な内容が頭に入っていれば解けるんじゃないかなというところですま事、あ、業の圧縮基はあまり多くは出ていませんができなくてもましょうがないかなと思いますあとは問題20も、えー、これは損害保険を利用した事業活動のリスク管理ということでこれはよく家計のリスク管理も出たりもしますからまあ、応用的な こういう保険はどのような時に当てはめられるかというところを聞いていると思うので、まあ、ちょっとこれ、応用的な話,は話ではあるんですが、保険のその消費内容が分かっていれば答えられる内容かなというふうに思います。で21から30の金融なんですが、まずこちら21もですね一般的な商品性が21、22が ETF の話で、まあ、ETF はよく出ています。 で23、最近は利回りはこういうような形のですね組み合わせ問題になっているので、まあ、あのこの近,近年の傾向に合っているなというところが言えます。であとですねまあ、24の1番が、えー、これプライム市場に変わった話があって、まあ、これが確か前回だと思うんですけども、もこの区分の見直しの話が出て、もう出ないかなと思ったんですが、選択肢つ1つ。えーまあ1つ まあ全部結局関係ありしてますけども、まあ、内容的には同じようなことなんで、まあ、一応え内容が出ているので、まあ、この区分の話はもう出ないと思うんで今回はえプライムスタンダースグロースという形の内容が出ているわけでただ内容はそんなにえ別に内容を目新しいことではないです。 で25についてですが、投資用、これはもうほぼほぼ2級の計算問題ではよく出ているので、えー、こちらについては、ROE の計算式とか PBR の計算式、まあ、ここにはありません、ROA も含め、あとは配当利回りとか配当成功の計算式、まあ、これを覚えておけばいいのかなというところなので、 えー、ここのところはちょっとできなければ2級ではできなければいけない問題かなと思うので、まあ、問題25は、えー、傾向をしっかり確認している方であれば解ける問題ではないかなというふうに思います。 あとはですね27あたりがこれ最近多いパフォーマンスの評価ということでですねまあ比較しながらどっちが有利みたいな形なんですけどもまあこれも最近この問題この手の問題よくあるのでまあ過去も見てい,ていただければできるかなと思いますし28のニーサについては2022年の年末12月の年末に公表された税制改正でも n をですを恒久的なものにしようと。 いうふうな形で、まあ、今現在はまだ国会のところは審議されていませんので、どうなるか分かりませんが、ただ n i s もは金融では本当によく出てますので、まあ、これも傾向通り、しっかり学習されている方であれば取れる問題ではないかなというふうに思います。あとはですね、29がセーフティーネットと。 いうことでまあこちらであれば、えー、3番の分別管理の話ですがこれ分別管理してれば通常は無制限で損保されますが分別管理してるときには1,000万を上限として保証されるということなで今、まあ、29は、えー、3番は間違っているということなので正解ではないんですけどもまあこういうところですね、えー、まあちょっと若干違うところはありますけども、えー、まあしっかり、えー、取れるようにしていただければというふうに思います。 で問,い問題30がですね、これが名称が変わった、金融商品え販売法がですね、金融サービス提供法という形になっていると思いますので、まあ、ここのところですね、あのー、まあ、これ。 出るであろうということは通常予想できていたのでやっぱり出たかというところなのでここんとこですね、えー、しっかり確認いただければということで新しくできた金融サービス集華業の話も出ているのでまあ、自分もそう出るだろうなと思ってやっぱり出たなというところでしたなので今後もですねこういう何か制度改正があった時には聞かれやすいところですからまあ、しっかりそういうところは理解していきましょうというところになるかと思います 31から40のタックスなんですけれども。 えー、例えば32番の計算式ですが、まあ、計算式はやはり覚えておかなければいけないということになるので、まあ、原則は収入金額から必要経費を差し引くということになるんですが、これだけ見てると、なんか別におかしいとこないじゃないかと思われるかもしれませんが、間違っているのは明らかに一時所得の4番ですね。一時所得の場合は最高50万円差し引くことができますが、それが抜けているので、まあ、4番が間違っているというふうな話になります。あととと損益通算のところもちょっと とですね、まあ、項目が若干ですね難しいような項目が出てきているかもしれませんがそ、まあ、行き通さできないものですねというのもしっかりやっておかなければいけないというところです。 あと医療費工場についてが34ということで、えー、まあ医療費工場については病気ケガ、あと出産費用などについて対象になり、ただ今回みたいな3番で自家用車で通院した際に新たガソリン代や注射代は対象になるとありますが、これはなりませんので、まあ、3番はまあ適切ではありません、答えではありませんけれども、えー、まあ3番もダメだし、4番も年末調整ではできませんと。 とこころになってくるので、まあ、これもちょっと解きやすい問題ではなないいかなと思いますで問題35の住宅ローン控除ですがこれはもう毎回出ていて今回もやっぱり出たかというところでただ今回は所得のところがえ変わった所得が出ていないんですけどもあの所得の金額が3000万から2000万まで下がってますから、まあ、今回でなかったですが次回以降、えー、2000万の変わった問題出てもおかしくないのでそこのところも含めて住宅ローン減税のところは確認いただく必要があるかと思います。 はい、あとはまあ当たり前のように毎回出ている問題38が消費税ということで、まあ、今年の10月1日から今のところ予定ではインボイス制度が始まると言われてますのでそうなっていくと消費税のウェイトが高さらに高まっていくので消費税の取材は2級の本試験でも外せないなというところが言えますでまた先ほどライフの問題10と同じくです、ね、問題40で決算書の分析ということで、まあ、ここまでに出さなくてもいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、こういう問題も過去においても出ていますから まあ流動比率え当座比率固定比率とかこういう計算式は余力があったらこれやっとけば確実に1点取れる問題なのでもし余力がある方はやっていた,だきいただければというふうに思います。 で次41から50の不動産ですけども、まあ、41についてはこれ比較的平易な問題で、まあ、1番工事価格は1月1日で2番の標準、えー、基準値標準価格はですねこれ7月1日で4番は70%ということでこれはもう確実に正解し取らなければいけない問題だと思うんで、まあ、3番ですね、えー、路線価は80%ですからこれは絶対に正解取っていただきたいと思います。 あと42番の不動産投機や調査というところですがここもですね比較的よく出てくる話であるので例えば1番低当権投機はえこれは権利部のおつくになりますし投機事項証明書は誰でも、えー、手数料さえ払えば、えー、取得できますから利害関係運動の関係ありませんとかそんな形なので、まあ、ここも解きやすいと思います。 あと43番の、えー、売買に関する民法の規定ということでですねまあこれはあの危険負担が、えー、今までの飼い主から売入手にかかったというところであったりとかなのでまあここも、えー、比較的解きやすいところですしで今回ですね不動産でまああの すごく、えー、対策がしやすかっただろうというところが44、45、さらに47、えー、3つありますけども、まず44が借地借家法に関する問題で、これはまあ定、えー、借地権の問題。で、問題45が借地借家法でのこれ借家権の問題。 で47が区分所有法、まあ、いわゆるマンション法の問題ということで、大体この44、45、47って大体いいページ的に同じようなところにあります。だから場合によっては5ページとから、まあ、5ページから10ページぐらいのところにこの内容入っているので、そこだけ読めば3点取れるという非常にですね、まあ、不動産の今回は傾向としてはひすごく対策がしやすい不動産だったと思いますので、まあ、44、45、47あたりはしっかり取らなければいけないのかなというところになります。 あとはまあ大丈夫かなと あとはまあ49も特別控除の話分もこれはよく出てくるので解けなければいけませんし最近多い、えー、有効活用の手法についても、まあ、同じような形で出てますのでこれも傾向をしっかり当てる方からすれば解きやすい問題であったということが言えます。で51から60の、えー、相続事業証券ですが、まあ、51は贈与これはよく出てくる話ですし次も贈与税、えー、で53が贈与税の計算ということで今回贈与税が3つ出ているというところなので贈、まあ、与税の比率がた。 まあいつもと同じように高いなということがうかがえます。あとはうーんまあ えー、ちょっと若干いつもと傾向は違うかもしれませんけども決して難しいことを言っているわけじゃありませんので、まあ、ここのところも比較的、まあ、あのそんな難しくないので、えー、6点とか7点は取れるようにというふうに、えー、考えていただきたいところとなりますということですいませんこれでちょっと簡単ではありますが学科のまあ簡単な公表をさせていただきましたあと残り2科目をちょっと5本ぐらいずつでですね簡単に公表していきたいと思うのでちょっとまずは FP 協会の方から公表していきたいと でまあ、今回はもう先ほど、まあ、冒頭で申し上げてたとおり、えー、もう問題数が非常に多いと、えー、問題箇所ですね多いので丸ツなんて本当に多いですよ。えー、問1が丸ツ問7も丸ツ問14も丸ツあとは、えー、313334 31、えー、これで丸ツで結局723456。えー7 2 3 4 5 6 24箇所ですよ。丸抜け24箇所。24箇所もあり、あと5群選択も多いので、ちょっとこれだと、場合によってはですね、ちょっとあんまり差がつかないのかなということも言えますので、ただちょっとここまで、えー、あの、問題の回答箇所が多かったことは自分の記憶の中ではありませんから、ちょっと採点が、1点がちょっと多くなっているというのが残念だなというふうに思います。 で、こちらでは、まあ、最初が、えー、行政問題ということで、統一、いにあたり、特に問二については、サービス提供法ということで、えー、学科試験でも出ているので、えー、じゃあ学科試験でも出たからやっぱりということで、確認すべき、昼のところで確認しておけば取れるんじゃないかなと思うので、まあ、一も問二もしっかり、えー、正解を取っていただきたいところです。で、金融についてはですね、えー、第二問ですが、まあ、当が計算を自分でしなければいけないというところなので、まあ、自信がなければ後回しにするというような対策は必要かと思います。 あとはちょっと計算が続くので、えー、割愛させていただきます。第3問の不動産ですね。で不動産の第7問い7はこれは、当本の読み方ですね。えー、権利部の幸区と権利部のおつくの話になっているんで、まあ、そこがちゃんと分かっているかどうかというところなんで、えー、これも丸抜なので決して難しくない問題です。で問8がですね 建築面積の最高限度と言ってますからこれは溶石率を使わなければいけない前面道路が 6m ですから 6m で今回は近隣と住居があるんでこれどうのようにしていくかちょっと若干いつもよりは難しい問題かなというところが言えます。 統一教まはあ、違法不取得の固定資産とい話なんで、まあ、これは何、えー、とか解けるんじゃないかなと思いますし、FP 協会の場合って、大体ですね、あの選択肢は今回の場合、1、2、3、まあ、どう見ても日付が入るんで、1、2、3、イは四、えー、分の1、えー、3分の1、6分の1みたいな形で、大体ですね、その並んでますから、あの闇雲に例えば、あのところが9番とか、そういうことはないので、えー、最初のアは前半のこの部分、イはこの部分。 えー、う、えー、はこの部分みたいな形でたい固まっているので、2択とか3択の問題になりますから、分からなくても何とか答えをしていただければなというふうに思います。で、えっ、ー、と、問十11の第4問のリスクですが、ちょっと自分が見ている限り、問題では、利率変動型の積立保険は多分初めてじゃないかなというふうに思いますので、ただ、あの保険証券の読み取りはよく出て、今回も3問ですから、まあ、ここのところは傾向をしっかりつか、えー、んでいただいている方であれば、 そんななな難しくない問題かなとで、えー、次、火災保険のところがまあ,あって、あとは入院給付金の話とか、まあ、これも保険証券の保険証券というわけじゃないですけども、いくらもらえるかの計算なので、まあ、よ保険証券の読み取りに近い問題かなというところが言えます。 で次が第5問のこれタックスですね、まあ、退職所得のところはしっかりこれ計算式を覚えておかなければいけないので、これはまあ一時金かか,かかる退職所得の金額ですから、2分の1をかけた後の金額ということになります。あとは、統一7がら青色申告のまあ新しい話とか、あとは18は損益通算のまあ結局話ということなので、ここら辺もしっかり取っていただきたいと思います。 次、第6問の相続ですが、まあ、問い19につきましては、えー、普通借地権の相続税評価額なので、まずこれは、事用値の評価額を求めて、そこにあと普通借地権の今回 C ですから70%かけていけばいいので、それをやっていけばいいんですけども、まあ、ここは、事、ま、用、あ、値を求めることだというところがポイントではありますが、ただ今回の問題って結局ですね、あの 普通借地権の、えー、を求めますから70%をかけるだけですから70%かけているのは2番しかありませんから別に計算しなくても2番が選べるんじゃないかなというふうに思います。あと、まあそうですね。えー、まああとはよく出る20。 21はよく出るよう、増用税の計算ですし、22も、まあ、これもよく出る。ただ、違うのが、もう金額入っているというところいつもと違うところかなということが言えます。で、第7問のキャッシュフロー表を使ったあいう、これ、毎回出てますから、えー、例えば金融,金融資産残高のところについては、これは3級でも出てますけど、これ確実に正解取らなければいけない問題だったりするので、ここ、第7問はしっかり3箇所正解取って6点を取ってもらい、また、第8問のケース早見表も、これも毎回 三3問ずつ出て,て、これはもうサービス問題で1問2点というのはもう決まっているところなので、しっかり6点を取ってくださいと。第9問、10問が総合問題ですが、今回も見てもらって分かる通り、第9問が18点の第10問が14点ということで、配点としてはまあ最も大きいわけですから、ここをやはり先にやるべきじゃないかなというふうに思いますので、あのもちろん初めからやるのもいいんですけども、えーまあ、90分という時間の中で問題もですね、 ちょっと計算のページもあったり計算問題の計算用紙のページもあったりはしますけどもとはいえ37ページもあるわけなので90分で37ページこれを一つ一つ読んでいると終わりませんからなるべく早い段階で9問とか10問先にやった方がいいんじゃないかなというふうに個人的には思ったりします。 で、20はちょっと住宅ローンのクリアメニューでちょっと時間かかるかもしれませんが、これはさっき、最初の時は解かずに後回しもいいかなというふうに思ったりしますし、30も、これもですね、私立の話ですよね。だからこれは、あの、そういう人がいるとですね、まあ理解しやすいんですが、なかなかちょっとこれは難しい、分かりにくい問題かなというところが言えます。ちょっとあと、これで、第9問終わりにして、第10問の総合問題ですが、こちらでは必ずですね、 えー、35番のバランスシートの純資産額、これ、毎回出てますんで、今回2点なんですけども、回によっては3点になることもありますから、しっかり、えーまあ、あの資産は時価評価、えー、保険も解約返礼金で、負債はそのままの金額という形でやってもらえれば、あの計算できますから、しっかり正解取ってもらって、あとは源泉徴収より読み取りが久しぶりに出たなというところもありますので、これだったり、<laughs> あとは。 民法の法定相続分とか、まあ、あったりしますので、まあ、ここら辺も、えー、取れるところをしっかり取ってもらって、まあ、今回の場合、えー 護、えー、軍から持ってくる問題とか、丸抜が多いわけですから、なるべくそういうところをしっかり取って、ですね、えーまあ、なるべく早く60点取れるようにということで、もちろん難しい問題もあるかもしれませんが、60点は決して難しくはありませんので、まあ、あの日頃の学習でしっかりやっていただいた方は合格取れるんじゃないかなというふうに思います。<laughs> では最後、金融財政事業研究会の。えー、と 個人資産相談業務ですがちょっと思ったのは今回難しいんじゃないかなと基本的に自分はちょっと思いましたで、まあ、ただ今回はまず42歳の A さんをターゲットにした第1問のライフ、まあ、これはいつも通りなので、まあ、ここはそんなに問題ないであろうあとは公的年金の話は丸抜なので、まあ、これも問題ないであろうあとは <coughs> いくら上乗せされるかとかもあるんでこれもちょっと計算をしながらでも答えは一応あるのでここも取れるところは取ってくださいねということで,で次がですね第2問が金融で金融の場合なんですけども まあ最初は債券絡みの話が問い4にあり、で、問い5が、え米ドル建ての定期預金について話、で、問い6がですね、まあ、これが、え最終利回りとかですね、あと運用利回りということで、ちょっと計算が入ってくるので、ちょっとここのところは時間かかるだろうなということが言えるので、ただ、まあ、問い4、問い5のところでしっかり丸抜なので、取れるところを取っておけば、えー、まあ、最低点は金融で取れるんじゃないかなというふうに思います。 で第3問のタックスなんですが、まあ、まず問い7が医療費交渉の問題でまあ別にここはそんな難しくないと思うので、まあ、金額ばかりではありますけど間違って金額書か,かないようにというところですが、まあ、そんなでもないかなと思います。<laughs> ただ あとは問い級のところで、えー、場合によっては所得金額調整控除の適用対象になる場合には、それを控除と書いてあるので、そこら辺をどのように考えていくのかということになりますから、まあ、ちょっとここが難しいなと。なので、おそらく問い、丸1ができなければ丸2も多分できないと思うんですよ。えー、ですから、まあ、そういう意味で言うと、まあ、どちらでもいいんですけども、まあ、丸1ができれば丸2もおそらくできるだろう。で、丸1ができなければ自動的に丸2もできないだろうということなんで、構成 すると,、えー、っと3点落としてしまうと、まあ、ただ3点なので他のところで6点取っては十分かなというちょっと難しい、えー、最後の計算問題は難しいということが言えます。で第4問の不動産なんですけども。 まあこれは最初相続で評価ということではありますが、読み方、記号の読み方とかなので、まあこれも丸抜は取れるとこ取り、あと問い11もトランクルームの経営とありますけども、DSCR の内容とかですね、まあサブリストの内容とかもあるんで、まあこれも知ってればできるけど知らなければできないかなと。あとは問い12がですね、今回は、 順防下のところにですね、えー、順滞化建築を建てる場合、この場合、憲、え、兵、ー、率が緩和されるかとかですね、そういうところであったり、あとは今回、道路幅がどちらも6メートルということになってますから、全面道路の福員制限、容、え、積、ーえー、率については福員、えー、制限を受けますから、というそこら辺のところが分かっていけるかというところだと思うので、緩和と、えー、規制、そこのところがまあ入り混じっていますので、ちょっと 不動産ちょっと計算をしっかりやらなければいけないところですで相続に関してはですねまあ、相続はいつも出ているところなのでで今回はですね亡くなった今回 a さんが万が一ということで子供が長男 c と長男 d がいるのでこの2人しか今回いませんからまあ、丸一番はまあ4200万で丸に で丸二を今回二点にさせてもらい、えー、丸二を二点にさせてもらいましたけれどもまあ丸二が出ればそれを二倍していけば相続税総額出るんでまあ丸二が出れば丸三も出る。 逆に2ができなかったら三もできないということなんで多分どっちでもいいんじゃないかなとは思うんですよ。1点2点逆になっても多分結果は一緒だと思います。ということなので、えー、そういうことで想像がそんな難しい問題ではないかなというふうに思いますので、まあ、ちょっと細かいなと問題が細かいなというところではありますけども、まあ、こちらも比較、まあ、対策をしっかりしている方であれば解けるんですがちょっとやっぱりなななんか問題の中身がちょっと濃くなっているなという感じはしますので90分ではありますがすぐに終わるという問題 ではないと思いますはい、えー、ということでですね一応これでえーまあ 配点の公表も終わりましたし解説も簡単ではありますとさせていただきましたがもしちょっと今回の実技試験で気になる方はレックのホームページにアクセスしていただくとあの答えを入れていくと自動的に点数がポーンと出るようなそういうシステムがありますからそちらに入れてもらってもう一度確認いただくというのもありだと思うのでそういう形でやっていただき例えばじゃあ今回え2級についてはこれはもう明らかに合格しているなということであれば例えば1級に進んでもらうとかあるいはえー AFP 取って CFP 進むとかいろいろやり方あると思うんでぜひですね、えー、今得た知識を使ってですねさらに高みを目指していただきたいなというふうに思いますはいではえ今日はこれで終わりたいと思いますお疲れ様でした